油なんで、ちょっとぐつぐつ刺して上にかけるんで、でまあ多くたら12キロぐらい。全部食べれるか。はいどうぞ。ラーメン並みが3丁です。いや。4名の方にプレゼントしようです。それではお方のご紹介していきますね。
まりは18年前の台湾。カラオケ店で毎日する高校生ジミーは、日本から来たバックパッカーのアミと出会います。天真爛漫な彼女が帰国することになりますね。意気消沈するジミーにアミはある約束を提案します。そして時が経ち、現在人生につまずき元に戻ってきたジミーは、かつてアミから届いた絵はがきを片付けに一番人気ですか。まあ、やっぱり先ほど作った醤油ですよね。あとは味噌とか、辛いの好きなら辛味噌とかですよね。広島でーす。美味しいです。
です。ご注文は何されたんですか。塾長ラーメン。ニンニクマシマシで。マシマシで。やっぱニンニク入れたら美味しい。あ、美味しい。チャーシューがうまい。チャーシュー美味しい。うん、柔らかい。もやしは何キロぐらい使うんですか。平日で40ぐらいかなって言うんですけど、忙しなれば、ね、まあ、大体170キロぐらい。え、そんなにですか。マシマシとかになれば、はい、そのやっぱお客様のオプションによるんですけど、こう野菜だけで600グラムなんで、麺が200で合計がまあ800グラムぐらい、トップ盛りが450なので、そうすると1キロ超えるんですよね。中にはいてますよ、食べる方いるんですか。いてます、トップ盛りのマシマシ。はい、おきに、ありがとうございます。おきに、ありがとうございます。
choice is here. お味いかがですか？パンチは効いてるからいいと、俺は好きやん。女性も食べれる。これ1番。はい、3番さん。食べれないです。味美味しかったです。めっちゃ美味しかったです。美味しかったです。味付け背脂とチャーシューでたまらんね。もやしも増し増しで。大ファンでしたので、軽症さんでインタビューを始めるのに自分を参照するため、患者
白子にこうしっかりなっていくっていうか、そんな感じのスローを感じていくっていうことで、ね、育んでもらえるわけだけで、大切にしてほしい。塩宮神戸に向かう2人は瀬谷市インター付近で白環状神戸に向かう上りは山田スカ石トンネット側まで2キロ、新潟です。新名神集中講義のお知らせです。5月7日に たまたま試合終わりに来て、はい、食べてみたいなっていう話で食べてみた感じで鏡つけて麺がもちもち美味しかった。豚骨系ですよね、うん、濃厚でめっちゃ美味しかったです。嫁さん、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 藤本さん、ごめん、それ放り込んだら鍋の中つけといて。100人近く来たと思います。1日でですか？そうです、1日で。向こうの、ケーキ屋さんのところまで。ケーキ屋さんまで。そんなずっとだな。